ですね、やっぱりもう本当になでしこプログラムではすごい密度と速度でたくさんのことを勉強させてもらっていて、特に日本酒をどうやって広めていっていいかっていうことをいろんなそういう業界の第一線で活躍されてる方から勉強するんですけど、その中ですごくすごくいいなって思ったのがワインをモデルケースにして、フランスではワインの国益がもうやっぱり国の国益のもう何割を占めてるかっていうぐらい の大きな割合を占めていて、それはやっぱり国が国を挙げてワインを応援してるっていうのもあるんですけど、皆さん日本でもワインを飲むとここのワイナリーに行ってみたいって、現地に行ってみたいって思うようになるじゃないですか。で、それでそうするとそのワイナリーがある土地が潤って観光業も盛んになって、でそのワインも売れるっていうすごくいい循環ができていて、それを今日本でもこの日本酒でやろうっていうような動きがすごく出てきていて、クラツアーをいろんなところが企画して、その蔵がある県の観光地も一緒に回ってもらうっていうような、それを私すごく一番勉強した中で感銘を受けたというか、すごくいいなと思って、愛知県でもこんなにたくさん蔵があって、で周りには美味しい食べ物とか観光地もあるので、そういうことも発信していけたらいいなと。またやっぱり大会が近くなるにつれて、やっぱりその愛知大会で頑張ったみんなの、一緒に頑張ったみんなの気持ちを背負って本当に頑張りたいという思いもすごく強くなってますし、本当に地元の愛知県に恩返ししたいという気持ちと、また日本をもっと世界に発信したいという気持ちがどんどん高まっていっているような感じです、そうですね、まだ愛知県の代表としての活動は品評会の方でプレゼンターのお手伝いをさせていただいたりですとか、あとはですね、やっぱり今は自分の SNS などでも愛知県のお酒をメインにやっぱ発信させていただいてるんですけども、やっぱり少しずつですけど地元の方、私の SNS を見てくださる方が増えてきて、こんな愛知県にこんな日本酒あったんだ、家から近いから買いに行ってきますとか、そういうメッセージをいただいたりとか、そういうのが今すごく愛知代表として活動してて嬉しいなと感じているところです。そうですね、私はもともともちろん日本酒が大好きだったっていうのもあるんですけども、コロナの前まで中国に住んでいたこともあって、中国ですごく痛感したのが、自分は日本のことを何も知らなかったって、特に中国で感じたんですね。何も知らないし何もできなかった。私が中国で実は記者としても活動してたんですけども、その時に会社の忘年会でとある中国人の同僚の子が着物を着て日本舞踊を出し物で踊ってたんですね。中国の子が出し物として着物を着て日本舞踊を踊っているのに、私は何一つ日本ならではのことが皆さんの前で披露できなかったっていうのがすごく恥ずかしくて残念で、ちょっと反省をしまして、今コロナ禍を機に日本に帰ってきた時に、絶対日本にいるうちに何か日本のことをやろうと思って、日本舞踊を始めて、もう今もうすぐ3年になるんですけども、日本舞踊っていうのが日本のなんていうんですか、奥ゆかしさとかたおやかさとか全てその魅力が詰まっていて、その日本舞踊に取り組む中でやっぱりその着物を着たりですとか、伝統工芸品に触れたりとか、日本の伝統のものに触れる機会もすごく増えて、その中でやっぱりこう日本の美しさを再確認して、これをもっと世界に発信していけるような人間になりたいって思った時にミス酒に出会えたっていうのもあります。もう20代の頃からお酒は基本的に何でも好きだったので、その中の一つとしていただいてたんですけども、中国にいた時にやっぱり中国でも日本酒ってすごく飲まれていて愛されていて、中国人の友人に日本料理屋さんに連れて行っていただいて、で日本酒を中国の方から説明されながらいただいて、その熱意にもびっくりしましたし、こう改めてこう一緒にこう
なんていうんですかね、考えながらいただいた時に、意識しながらいただいた時に、あ、日本酒ってこんなに美味しいんだって。でまた本当に、なんていうんですかね、こんなに世界の人を魅了しているんだっていうことに気づかされて、そこからもっともっと日本酒に触れたいなっていうふうに思うようになって、日本酒の知識が広まる、深まれば深まるほど、どんどんその日本酒の世界に魅了されていくというか、例えば平行副発酵っていう日本酒の製造の過程ですね、あんなに複雑な製造過程があるお酒って世界で日本酒だけなんですよね。そんな複雑な過程で作られてる日本酒、また例えばワインはやっぱりその年のブドウの出来によってその年の味が決まってきてしまうっていう傾向があるんですけど、日本酒っていうのはお米の出来もちろん大事なんですけども、それよりも杜氏様の腕とか目利きとか感覚によってその年の日本酒の味が決まるっていうのもまた面白いとこだと思いますし、でまたやっぱり酒蔵様って家業を継いでらっしゃるところがやっぱり多くて、大体皆さん江戸時代とか明治時代ぐらいから続いてらっしゃる蔵が多くて、その代々ご自分の家で受け継がれてきたものをすごく大切にされて、でまたそこに今現代ならではの新しい技術も取り入れながら、きちっと両方を大事にしながら取り組んでやってらっしゃる酒蔵様がすごく多くて、そういうことにもすごく感銘を受けましたし、でこの、ミス酒の愛知に選んでいただいてから、いろんな酒蔵様伺わせていただいてるんですけども、やっぱりその建物の美しさですかね、白壁とかなんていうんですかね、生古兵みたいな、そういう日本の伝統 の, 建築、美しさにもやっぱりすごく魅了されますし、もう本当にそうですね、もう学べば学ぶほど日本酒の世界、ちょっと沼に今ちょっとハマっていっている最中でございます。はい、本当に日本酒の魅力でもあるんですけど、本当に日本酒って味わいが本当に多種多様で、こんなにも種類、味わいの種類があるお酒もなかなか他のお酒にないと思うんですけど、正直全部好きなんですね。で、その合わせるお料理とか、やっぱ飲む季節とか、そういうのでお酒はいつも最近選ぶようにはしてます。そうですね、でも愛知県のお酒は傾向としては割とフルーティーなものが多いかなという印象があって、そうですね、フルーティーなお酒が好きです。はい、私やっぱりこのコロナ禍の間ずっとこう日本の伝統と向き合ってきたと自分で自負してるんですけども、やっぱりこう日本の伝統文化を伝えるアンバサダーとして、やっぱり私の出せる魅力っていうのは、やっぱりそういう日本舞踊や着物生活をしてるんですけども、そういうもので培ってきた日本女性らしさっていうところと、あとはやっぱりコロナ前までずっと中国で活動してましたので、中華圏、特に中華圏に向けて の発信力ですね。以前中国で活動してた時にお付き合いのあったメディアさんからとかも取材をしたいですとか、すごくいろんなお声いただいていて、やっぱりそういうところは私が、ミス酒としてやっていきたいところかなと思います。同じ愛知県近郊にいらっしゃる皆さんと、本当にこれからたくさんのイベントでお酒を通して皆さんと交流できる場ができるように、ミス酒として頑張ってまいります。そうですね、愛知県のお酒の魅力は、本当に愛知県ってもうものづくり大国、王国と言われてるぐらい研究熱心な県民性が愛知県ってすごくあると思います。それでその県民性が醸造技術の発展とかに生かされていて、本当に愛知県ってすごく酒造りの研究が進んでる県で、本当に新しいお酒がどんどん作られていて、そういうお酒の魅力を皆さんに今後とも発信していけるように頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。